坂本大野ミノルは、日本の薬学者。学位は博士。静岡県立大学薬学部准教授。大学院薬学研究院准教授。名の、ミノルは、この旧事態のため、新事態で、坂本和穂と表記される場合もある。福島県立医科大学医学部講師、静岡県立大学薬学部講師などを歴任した。1978年2月に生まれた。 名古屋市により設置、運営されている名古屋市立大学に進学し、薬学部の製薬学科にて学んだ。2001年3月、名古屋市立大学を卒業した。そのまま名古屋市立大学の大学院に進学し、薬学研究科にて学んだ。大学院に在籍している間に、博士論文となる樹脂由来成分を基礎とした新規経営、チャンネル開口薬の創出を執筆した。 2006年3月、名古屋市立大学の大学院における博士課程を修了した。それに伴い、博士の学位を取得した。大学院修了後は、福島県が設置、運営する福島県立医科大学に採用されることになり、2006年4月より医学部の助手として着任した。なお、同年には、福島県立医科大学の設置者が変更され、福島県から、 同盟の公立大学法人に移管されるなど、この年は大学にとって新たな体制が始動した年でもあった。その後、学校教育法が改正されることになり、それに伴って翌年4月に女子は助教と改められた。2010年2月には福島県立医科大学の医学部にて講師に承認した。その間、2011年3月11日には、 東北地方太平洋沖地震が発生し、東日本大震災や福島第一原子力発電所事故が引き起こされた。福島県も大きな被害を受けたが、引き続き福島県立医科大学に勤務した。その傍ら、他の教育、研究機関においても教鞭をとっており、2010年9月から2012年12月までカリフォルニア大学サンフランシスコ校で、 客員助教授を兼任していた。2017年9月、県と同盟の公立大学法人が設置、運営する静岡県立大学に転じ薬学部の講師に就任した。静岡県立大学の大学院においては、薬学研究院の講師を兼務した。翌年10月には、静岡県立大学の薬学部において、准教授に承認した。薬学部においては、主として、 薬学科の講義を担当し、黒川淳子らと共に生体情報分子解析学分野を受け持った。また、大学院においては薬学研究院の准教授を兼務した。静岡県立大学の大学院には研究院、学部生が導入されており、大学院においては、主として薬食生命科学総合学部の講義を担当し、生体情報分子解析学教室を受け持った。 なお、このゼミは、庭の正し男、菅谷淳子らが主催したゼミの流れを組む。専門は薬学であり、特に薬理学などの分野の研究に取り組んでいた。具体的には、人の心筋の人工多能性幹細胞について、電気生理学的な現象を解析するとともに、創薬への応用を試みた。また、運動器や循環器の疾患に対し、 精査が及ぼす影響について研究していた。学術団体としては、日本薬学会、日本薬理学会、日本生理学会、といった団体に所属していた。本名は、坂本田実であり、名の、大野実は、数ほど読み、実は、この旧事態である。ありがとうございます。